さあ、それでは続いて月立て子ども獅子踊りのご披露となります。ご紹介しましょう。気仙沼市立月立て小学校、全校21名の自然豊かな八瀬地区にある学校です。さあ、それでは早速まずは子どもたちから皆さんに挨拶があるということなので聞いていただきましょう。僕たちは月立小学校5、6年生です。今日は野生に伝わる獅子踊りを踊りに来ました。先輩たちから受け継いできた獅子踊りを伝えられるように頑張ります。そして興味を持っていただけるように全力で踊るので、どうぞご覧ください。さあ、それでは早速ご注目いただきましょう。気仙沼市立月立小学校、月立子ども獅子踊りです。気仙沼市立月立小学校は195年続く伝統芸能わせや獅子踊りを全校児童で引き継いでいるそうなんです。月立小学校のみんなが大好きな獅子踊りを今日は5、6年生が披露しますよ。
とうございました。気仙沼市立月立小学校の皆さんによる月立子ども獅子踊りでございました。すごく立派でした。ありがとうございます。小学校ではこの難しい踊りを早稲や獅子踊り保存会の方々に教わったり、また授業の前の、活動や総合的な学習の時間にこうやって練習をしている。もう一度大きな拍手をお願いします。頑張りました。はい、お顔もしっかりと見せていただきましょう。踊ってみていかがでしたか？練習した時から少しミスった時があったんですけど、なんか本番の時はみんな太鼓も足も揃っていたのでいいと思いました。ねえ、見事に揃ってましたよね。じゃあこのように皆さんの前で獅子踊りを披露するのはいつぶりかな？なんかちょくちょく学校で踊ったりっていうことはあったんですけど、あんまり気仙沼の人たち全員が見に来るところでやったのは初めてだったので、とても緊張はしました。緊張してました？なんかそんな緊張も感じさせないぐらいすごく立派でした。ありがとうございます。今日披露してくれたのは何年生のみんななのかな？月出小学校の5、6年生です。いつもどのぐらい練習を重ねてるんでしょうか？週に1、2回やっています。週に1、2回じゃあもう体に染みついてますね。はい。さあ、ではこの獅子踊りで一番難しいポイントはどんなところでしょう？衣装を着てやっぱり動きが大きくするようになるので、回るところとかが難しい。そうですよね。ちょっとくるっと一周後ろの方も衣装を見せてもらってもいいですか？くるっとこのようになっています。重たくはないんですか？重たいです。重たい。何キロぐらいある、何キロぐらいこれあるんですか？大人の方もわからないという重たい。やっぱりね、高さもあるので大変ですよね。どうですか、今日踊ってみていかがでしたか？やっぱりなんか、みんななんかいっぱいなんかこれまでなんか練習して、やっぱりなんか太鼓もしっかりと、声も出ていて、すごく良かったと思います。なんて立派なコメントなんでしょう。素晴らしいですね。さあ、この獅子踊り、これからどんなところで、そしてどんな風に伝えていきたいですか？なんか今日みたいにいろんな人に見ていただいて、興味を持ってもらえると嬉しいと思います。そうですね、素晴らしい。もうきっと月立小学校の皆さんによるこのね、月立子ども獅子踊りきっと伝承していくんだろうなと思います。じゃあ最後になりますが、今日見てくださった皆様にぜひお礼の一言お願いします。今日獅子、このような形で獅子踊りを見ていただきありがとうございます。ありがとうございます。なんて立派なんでしょう。実はこのインタビューも直前にインタビューさせてねとお願いして、どんな質問をするか全然話してなかったんですけど、この受け答え素晴らしいですね。もうおばちゃん感動しちゃいました。素晴らしい。改めてそれでは気仙沼市立月立小学校の月立子ども獅子踊りの皆さんに大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。はい、さあそれではまた太鼓を叩きながらの退場にしましょうか。いいですか？はい、1拍子だって。さあそれではもう一度皆さんの大きな拍手の中退場です。
や気仙沼の伝統芸能はしっかりと伝承されていくんだなというのはね本当に思いました。素晴らしいですね。さあ続いてのステージ。